マジカル未来2018、行かれた方、お疲れ様でした。いやー、今年もやっぱり楽しかったですね。はい。マジカル未来2018に関する動画を、今着々と作っておるところ、作ってるところなんですけども、ごめんなさい。もうちょっと公開するには時間かかります。はい。気長に待っていただければいいなと思います。ぜひとも僕の動画を見るときはですね、グッズの紹介とかを見るのも、あれなんですけども、普通だと思うんですけども、そうですね、振り返り、復習という意味で、ちょっと見ていただければなと思います。はい。まあ、あまり期待しないで見てねって話です。はい。さて、今回はですね、僕が、マジカル未来に行ってる間、ちょっと動画作れなかったんですけど、さすがにね。はい。で、その間に出た予約開始のものとかいろいろありますので、ちょっと見ていこうかと思います。はい。まずは、画面にありますね。マジカル未来2018、ブルーレイ&DVD パッケージ発売決定ということで、おめでとうございます。はい、今年もやっぱりマジカル未来2018の DVD 出ますね。はい、やっぱり会場に入ったらもらえるというのは、そのチラシがね、もらえるということで。会場に行った方はもちろんご存知かと思います。はい。で、ちょっと細かいとこ見ていきましょう。期間限定早期予約キャンペーンということで、今回もやるみたいですね。で、今回もやっぱり2種類のうちから1つということで、やってるみたいなんですが、このページで予約受付してるのは、8月の31日、ミクちゃんの誕生日から2018年の10月の1日、12時からやってるみたいですね。はい。12時までですね。はい。やってるみたいですね。で、今回は2つ選べるということで、初音ミクパッケージビジュアルオリジナルビーツ B3 タペストリー、そして初音ミクパッケージビジュアルオリジナルマフラータオルのどちらかと、加えて、今年は鏡内凛恋アニバーサリー特典を全員にプレゼントということで、結構豪華商品がついていくみたいですね。商品というか特典がついてくるみたいですね。はい。すごいなぁ。僕個人的には B3 タペストリーなんか欲しいんですけどね。はい。こうやってボタンを押すと、詳細が見れますね。うん。このタペストリーは欲しいなぁ。前回はマフラータオルだけでしたからね。うん。面白いなと思います。で、各社オリジナル特典も決定ということで、こちらの方を見てみると。じゃん。はい、ご購入いただきました方、先着です。各オリジナル特典をプレゼントということで、こんな感じに見てみてですね。アニメイト、アニマガ、アマゾン、アミアミ、楽天、電気チェーン店というような感じ、あと一般店か、というふうに分かれてるんですが、一般店の方が、マジカル未来2018、初音ミクオリジナルルミカライトですね。パキッて折ると光るやつですね。はい。あれがどうやら出るみたいなんですけども、これ1個しかもらえないのかな。1個しかもらえないんだったら使い切りだよね、完全に。折った瞬間もう終わりだから、うーんって感じですね。はい。で、続いて見ていきましょう。電気チェーン店の方でもらえるのがマジカル未来2018トレーディングカード3枚セットということで、これちょっと気になりますよね。トレーディングカード3枚セットって何って感じですね。トレーディングカードって言うと、一番に僕が思いつくのは遊戯王なんですけども、なんかそういった、なんちゃね、集める系のカードが出るのかなという感じなんですが、3枚セットってなんだろうっていう感じで、うん。もし柄とかが違うんであればね、なんか何個か予約しないといけないんで、ちょっと大変だなって感じですね。はい、続いて見ていきましょう。楽天ブックスの方、マジカル未来2018オリジナル年賀状2枚セットというような感じで知ってますね。年賀状2枚セットっていうの珍しいよね。何年賀状って。ですかね。はい。で、続き、アミアミさんですね。アミアミさんはマジカル未来2018オリジナルレコード型コースターというような感じになってますね。コースターがもらえるみたいですね。うん。で、アマゾンの方、マジカル未来に、歴代テーマソング、ミュージックビデオビジュアルカレンダーですね。カレンダーみたいなんですが、歴代テーマソングということで、はい、ネクストネスとかね、あの辺の曲のミュージックビデオのビジュアルカレンダーがもらえるというような感じで、これはこれで面白そうですよね。うん。サンキューミュージックとかね。はい。続いて見ていきましょう。アニマガ文教堂を、方で予約すると、マジカル未来2018鏡音凛恋オリジナルソロ缶バッジ2個セットですね。はい。缶バッジのセットがもらえるみたいなんですが、うん、まあ、凛恋のものが手に入るということで、なかなかこれはこれでいいんじゃないかなと思います。はい。最後、アニメートですね。アニメートの方で予約すると、マジカル未来2018オリジナルアクリルキーホルダーですね。これは毎年買わなかった気がする。うん。前回もやっぱり、でっかいね。キーホルダーがアクリルキーホルダーがもらえたような気がするんで、はい、まあ、そういったような感じみたいです。こちらの方の URL を貼っときますので、そうですね、気になる方ぜひチェックしてみてください。
で、それで、ブルーレアの DVD、バーチャルシンが初音ミクの未来無限につながっていく、創作文化を体感できるイベント、初音ミクマジカル未来2018という風な感じの紹介になってますね。ブルーレイ DVD 限定版で、ブルーレイ限定版が9000円、DVD 限定版が8000円。限定版特典内容が、初音ミク&鏡リンレン、両面ジャケット仕様、豪華、三方製、スリーブケース、そして豪華ブック、オリジナル封入特典、大ボリューム映像特典ディスク。映像特典ディスク内容がライブ&メイキング映像にダイジェスト映像、初音ミクマジカル未来2018デイリーソングスというような感じになってますね。はい、まあ今年もまあ結構豪華なもので楽しみですね。マジカル未来に行ってないという方、あるいはマジカル未来にまだすごい興味があるんだけど内容がどんなものかちょっとわからないというような方におすすめですね。はい、まあ、とりあえずこんな感じになってるみたいです。じゃあ続いて見ていきましょう。じゃーん。はい、またフェネックスよりですね、初音ミクマジカル未来2018バージョン7分の1スケールフィギュアが発売決定しました。おめでとうございます。マジカル未来2017の時も、スケールフィギュアが出ましたね。はい。まあ、すごい、いいもので、僕も今年予約してきました。で、まだレビューしたいんですけども、マジカル未来2017の、7分の1スケールフィギュアがもう僕の手元に届いてますので、そちらの方を早くレビューしたいなと思います。はい。マジカル未来があった後だと、なかなか普通のものがレビューできないというかね、難しいですね。はい。あんまり時間がないんだよね。何個でレビューしても終わんないような感じでかなりきついんですよ。はい。まあ、それはさておき。価格の方は15,800円。こちらの方は、予約がいつまでなのかな。あ、書いてありますね。10月の31日までですね。はい。フェネックス限定完全受注生産なので、一般店で売られることはまずありません。なので、こちらの方のページで受け付けているというような感じですね。はい。こちらの方の URL は動画の説明欄に、載せておきます。はい。で、今年はですね、マジカル未来2018に、フェネックスブースに予約して、行くと、こちらのね、特製エフェクトボードがもらえるみたいなんで、早速予約して、マジカル未来で、見せてきました。はい。なんか、受注というか、なんでしょう。ブースのお兄さんかなが、すいません、これ予約したんですけどって言ったら、あ、すいません、少々お待ちくださいねって言って、パソコンカチャカチャやった後に、あ、すいません、お待たせしました、確認取れました。ありがとうございますとか言って、なんでしょう。90度ぐらいのビシッとしたお辞儀されて、ちょっと、あれだ、いや、すみません。はい、ちょっとびっくりしました。うん、お辞儀ですね。すごい綺麗だったな。うん、はい、まあ、そらさておき。はい。ちょっと見ていくと、初音ミク10周年を超え、新たなスタートを迎える初音ミク。会場展示の等身大ミクを7分の1スケールでフィギュア化ということで、かなり出来は良かったですね。後で写真の方も、動画で見せるとは思うんですが、すごく良かったなと思います。はい。でっかいフィギュア欲しいんだよな、ミクちゃんの。はい。パートかわいく映画は楽しさが溢れてますっていうような感じですごい可愛いですよね。ちょっとネタバレになってしまうんですけども、マジカル未来2018のライブですね。僕行ってきたんですが、この衣装にやっぱり変身して歌ってくれたんですね。はい。で、腕につけてるこのリボンが、映像の方ではなかったですね。うん、さすがにちょっと、できなかったのかなって感じがしました。はい。でもすごく可愛かったですね。うん。あれ見るとやっぱりこのフィギュア欲しくなりますよ。まあ、とりあえずこんな感じになってるみたいです。はい。予約に関しては8月の25日から、2018の10月31日までというような感じになってますね。はい。で、2019の7月お届けというような感じになってます。うん。まあ、大体1年ぐらいですね。はい。では続いて見ていきましょう。続いてはこちらですね。じゃじゃん。初音ミクウェディングドレスバージョン、予約開始です。おめでとうございます。永遠の愛を誓います。うわー、やばい、ミクちゃん好きだよ。純白のドレスをまとった初音ミク、ケイシが描くその姿を7分の1スケールで立体化しました。バラが咲き誇るプリンセスラインのドレスは、幾重にも重なったレースの美しいシルエットとともに永遠に輝きつける歌姫の清らかさを表しています。優しく微笑むその眼差しには、きっとあなたの幸せな未来が映っていることでしょう。今がそう花見合いになった初音ミクをお迎えくださいという感じになってますね。出来がすごいんですよ、これ。このドレスを完璧に再現してくるってすごいですよね。はい。ケイさんの描いたイラストをね、忠実に再現しているということで、すごいよくできてますよね。うん、これはぜひとも欲しいところ。うん。そしてレビューしたいところ。はい。ちょっと最近ですね、ちょっと聞く方に関しては耳が痛いかもしれませんが、
初音ミクのね、結婚に関してちょっと騒動があったところですが、はい。でもまあすごいいい出来ですよね、これ。うん。それは抜きに本当にフィギュアとして見ると本当に素晴らしい出来だなと思います。これはぜひとも迎えてレビューしたいなと思います。はい。で、こちらの方ですね、グッドスマイルのオンラインショップの方でも販売してますし、Amazon での販売、アメアミでの販売という感じになってますね。これは完全に受注生産という感じなのかな。イベントで販売するっていう感じに書いてあるんですけども、いつもの感じでフィギュアが予約できるところとはちょっと連携が取ってないのかな、なんかそんな感じみたいですね。アミアミかアマゾンかグッドスマイルオンラインショップかというような感じになってみてですね、まあお好きなところで、予約するのがいいのかなと思います。はい。で続いて見ていきましょう。初音ミク超歌舞伎ですね。はい、こちらの方のフィギュアが、なんと立体化しました。そしてさらに最初も終わって予約開始ということでおめでとうございます。いやこのミクちゃん出ましたかって感じですね、ようやく予約開始ですね。こちらの方価格が、さっきの価格なんですけども、18,333円ですね。はい。でさらに、このミクちゃんが23,70円、すごい低価数じゃねえ。でさ、発売時期が2019年10月書いてあるじゃん。7月にミクちゃん来るじゃん。マジミラのミクちゃん。で、6月に、マラのミクちゃん来るじゃん。1ヶ月に一遍2万飛ばさないとダメですかみたいな感じですね。うわ、きついなぁ。大丈夫かな、来年。はい、とりあえずこんな感じになってみたいなんですが、こちらの方はパートナーショップをはじめとする弊社販売商品取扱店舗、つまりフィギュアが予約できるお店であれば、そちらの方で予約受け付けてるよというような感じみたいですね。うん。でも、このミクちゃん、すごいですよね。来る言葉合わせ鏡で、できたミクちゃんなんですけども、一番最初の歌舞伎のミクちゃんですね。出来がすごいね、本当に2万かかるわけだわ。はい。かなりね、でかい出来で、ほんと素晴らしい出来だなと思います。この衣装完璧に再現してきてるしね、髪の形も、完璧だし、これは楽しみですね。はい。またここに乗ってる蝶はね、いいよね。まあ、とりあえずこんな感じになってるみたいです。届くの楽しみですね。いや、来年やばいな、フィギュア。じゃじゃん。はい、そして最後は、ネンドロイド初音ミクマジカル未来2017バージョンですね。はい、ようやく、予約開始の方になりました。こちらの方、価格が4352円で、発売時期2019年2月という感じになってますね。はい、グッドスマイルオンラインショップの方では、昨日から予約開始になりましたね。はい。そして、マジカル未来2018年の先行販売がされました。はい、こちらの方買ってきましたので、後でレビューしたいと思いますので、ぜひとも参考にしていただければ幸いかと思います。出来が可愛らしい、本当に。生島さんのイラストを完全に再現してという感じでいいですよね。うん。この真正面に立つような姿もいいですよね。このイラストは本当に良かったなと思います。はい。で、さらに、六橋さんのイラストの顔ですね。これも再現してくれるということで嬉しいですね。で、ペンライトもついてくるということで、ペンライトは完全に腕とね、合体しちゃってる形なんですが、でもまあ、それでもいいのかなという感じがします。うん。ライブ会場の時とかにね、連れて行くのもいいかなと思うんですけども、なくさないように注意ですね。はい。はい、以上が予約開始のフィギュア一覧でした。どれも可愛らしいものでね、とても素晴らしいものだと思いました。で、これついでなんですけども、初音ミクネンドロイドプラスのラバーキーチェーンで、それから、初音ミクネンドロイドプラス缶キーホルダーですね。こちらの方が今、発売が開始されようとしています。こちらに関しては、缶キーホルダーに関しては2018年8月発売なんですが、先ほど紹介したこちらの、ラバーキーチェーン、こちらの方は、10月発売というような感じになっています。はい。販売方法が、家電量販店、アミューズメント施設の販売という感じと、マジカル未来2018年の発売というような感じになってますね。こちらの方残念ながら手に入れることができなかった。はい。ちょっと欲しかったんですけどね。残念ながら、手に入れることができませんでした。これ残念でしたね。なんか、何らかの形で再販してほしいなと思います。はい。やっぱりね、これすごい瞬殺だったんですよね。はい。まあ、こちらの方は出次第ちょっとね、レビューするかどうか怪しいところですが、機会があったらね、買ってみたいと思います。はい。で、今紹介したすべての URL ですね。DVD、それからフェネックス、ウェディングのミクちゃん、オイランミクちゃん、それから、ネンドレプラス、ラバーキーチェーンですね。で、それから、これはもう販売開始、終了しているので、貼り付けませんが、ネンドロイドの、ミクちゃんですね。こちらの方の URL は、動画の説明欄に貼っておきますので、興味ある方ぜひチェックしてみてください。はい、いずれも楽しみだね、ミクちゃん。はい。はい、以上、マジカル未来に関する、
そうですね、予約開始の動画というような感じで紹介させていただきました。はい。何分ちょっと紹介するものが多くて、僕もちょっと大変なんですけども、まあそうですね、頑張って動画作りたいと思いますので、気長に待っていただければ幸いかと思います。はい。というわけで紹介したのはバシーと、ミクでした。はい、またねー。バイバイ。ミクと、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バシーとミクチャンネルをお願いします。